今日のイカれた偉人は後見天皇、第46代そして第48代天皇として即位し、女性たちの政治参加に尽力したことで有名ですね。そんな後見天皇はある時病に侵されてしまい、道教というお坊さんに治してもらいます。これがきっかけで後見天皇は道教を気に入り、政治にも参加させるようになります。さらには太政大臣前侍という役職も与え、さらに翌年には法皇という称号も与えました。これに拍車をかけるかのように、道教の弟が道教を次の天皇にしろっていうお告げがあったよと後見天皇に伝えます。後見天皇はこの話が本当かどうかを部下に確認させたところ、そんなお告げは出ていませんという結果に。後見天皇はこれに激怒して部下を流罪にします。理不尽の極みですね。しかしその後道教が天皇になることはありませんでした。皆さん、変な男をそばに置くのはやめておきましょう。ではまた。